カジノの保管室にあった貸金庫の中身を調べてみた。セブとフェリックスは正しかった。ルタッチは見返りを得ながらカジノを通じてパンテオンの金を動かしていたんだ。ついに突破口を見つけたぞ。イラク南部の研究所への送金記録だ。宛先はマトベイ・グセフ。アドラーに現地を調べてもらおう。時間はないが、パンテオンの生物兵器専門家を捕らえられれば事態を打開できるかもしれない。俺は後悔した。おい、DC でそんなもんぶっ放すな。アラスカとは違うんだぞ。静かにしろ。これしかないなら。ケース、フェリックス。お先にどうぞ。後にしてくれ。アドラーだ。繰り返せ。マーシャル、やつは消えた。説明を。研究所からだ。グセフも逃げた。手詰まりかよ。まだだ。中にクレードルを持った科学者が残っていた。イラクで見つけたのと同じだ。それで？なかなか刺激的な会話ができた。どういうことだ？あの空港は交戦地帯だぞ。間に合っても中には入れない。中央軍にコネがあるって見聞きしてくれるかもな。かもか。1時間以内に出発すれば朝までには着くだろう。アウト。ケース準備しよう。途中で寝ればいい。今日は大活躍だったな。ついに伝説のフェリックス・ニューマンが戻ってきた。ええ、浮かない顔だな。懺悔しなきゃならない。私は聖職者って柄じゃないけどさ、打ち明けてみな。カジノでの私の行為を深く恥じている。お前の言う非暴力ってマジだったんだな。ああ、でもあそこでルタッチの手下が無抵抗の男を容赦なく殴っているのを見た。ああいうのは無意味な力の行使だ。あの町の誰もが罪人さ。その後金庫の外で警備に出会った時、私は我を失った。あの男が拒絶すべきものの化身になったように見えたんだ。だから罰した。そうか、もっと重い罰でもよかったのに。我を忘れたままこの作戦を続けたら私は敵と何ら変わらないじゃないか。犠牲者に同情しなくていい。お前はやるべきことをやったんだ。いや、あの時私は爽快だった。端的さ。ハローとパンテオンは言葉を尽くしても止められる相手じゃないんだ。それでも道は選べる、セブ。場合によるな。リビングストンから返事は？いや、だがフェリックスがハローとパンテオンについての情報を送った。やつもハローの話なら聞くだろう。だがリビングストンは俺たちを信用していないかも。なんとも言えねえな。きっと動揺してるだろう。
前9時。シムス隊員。後にしろ。地獄にいれば悪魔に会えると思ったよ。どんな面だ？目の前にいる。ラングレーを辞めたのはお前のせいだぞ。中央司令部か。指示は明確。公正だ。お前も転職しろよ。いや、俺は今更だ。グセフの元には。連れてってやる。でもな、これきりだ。俺は足を洗った。目的を達したら、さよならだ。お前もそれを言うのが。全く嫌になる。クルーを呼べ。5分で出る。気づいてない。こいつがパンテオンの研究者だと。グセフは生物兵器を開発してるんだ。計画を知ってる。モラルのないやつだ。教育してやれよ。グセフがまだ生きてるといいんだがな。ここは戦場だぜ。だから同行する。指示に従えよ。じゃあ俺たちはチームだな。ケス、おしゃべりはそこまでだ。俺が監視につくから通信を保て。ケース止まれ。目的は分かったが、ここにもルールがある。従ってくれよ。行くぞ。爆撃機が引き上げていく。あれが合図だ。入り口は駐車場の反対側だ。空爆で道が開けた。コンタクト、上にスナイパーがいる。迫撃砲チームだ。排除しろ。スナイパーだ。伏せろ。スナイパーを排除。よくやった。イエス。はい。よし、スナイパーを倒した。ターミナルから増援が出てくる。やたらが邪魔だ。突破する。ケース、隠れろ。飛行機は反対側だ。かなり移動しなきゃならないな。ああ、急ごう。防衛体制を整えてる。隠れて通り抜けろ。そんな暇はない。
題でも。ルーテフにそれだけの価値が。スモークだ。この飛行機は右だ。滑走路には出てない。クリアだ。進め。多国籍軍の戦車がもうすぐ射程距離に入るぞ。なら出発ゲートに向かおう。何人か負傷してるな。近くに気をつけ。奴らは丸腰のようだ。冷静に行け。アルチューコ、サイドに。アドラ、銃を取ろうとしてた。こいつは丸腰だった。規定を忘れたのか。任務に戻っていいか。信じられない。カウンターに弾がある。
発ゲートに向かえ。ボーディングブリッジだ。急げ。マーシャル、これから乗り込む。了解、ヤツを捕らえて逃げろ。多国籍軍が迫ってる。キャビンを一掃しろ。確保してグセフを探そう。飛行機じゃない。これはおとりか。マーシャル、大至急グセフを探せ。辺りを捜索する。もうすぐ戦車が来る。第3ターミナルの外にいた。護衛に守られ、輸送機に向かってる。第3ターミナル、空港の反対側だ。なら駐機場を横切ろう。冗談きついだろう。戦車がいる。ほら見ろ、それでも行くしかない。ここにいたら死ぬぞ。嫌になるぜ。グセフの貨物機は駐機場の向こうだ。こんなところを通るのは無理。間に合うはずがない。俺が何とかする。急げ。待った。敵軍の戦車はこの T-72 を狙ってくるぞ。もうダメだ。味方の戦車隊に凝ったみじんにされちまう。アドラン、T-72 が救助を狂ったように走ってるんだが。ああ、俺たち。OK。グーセフの貨物機の方に向かえ。全員やっちまえ。
通天カモキ呼んで君だ。ターゲットに命中、飛行機を止めた。ついに話ができるな。やめろ、パンテオンに無理強いさせられたんだ。家族を脅迫された。シンス、どう思う？いや、子供も金も無事だろう。さすがだ、名探偵。ケース、こいつを喋らせろ。ジェーンハローが生物兵器を持ち込んだ。クレードルだ。アメリカの研究所から。パンテオンはそれを伝染性に変えたんだ。より強力に被害者はお互いを攻撃し合う動物のように。ハローは誰と組んでる？ダニエル・リビングストンか。知らない名前だ。やつらが俺に話すわけないだろ。嘘だ。やめろ。本当だって。連中は最低限の情報しか共有しないんだ。許してやれ。ケース、だから死なないんだって。頼む、俺を信じてくれよ。ケース、終わりにしろ。なぜ、おい、やめろ。ターゲットを知らないが、兵器の場所なら教えられる。話せ。ボルクタ、ソビエトの収容所だった場所、生物兵器の研究所になった。もう閉鎖されたが、だがまだクレードルの生産に必要な施設が残ってる。いいだろう、こいつを始末し。待って、やめろ。やめろ、こいつは話しただろ。年を取って丸くなったな。俺には俺のやり方がある。ルセフの身柄は預かるぞ。マーシャル、裏は取れた。ああ、ボルクタで動きがあるな。俺たちが急行すると伝えておく。もしクレードルが外に出たら、パンテオンがいつでもどこでも使用できる。あまりに危険だ。何とかしないと。